エピステー名は、知、または科学と訳される、ギリシャ語。英語では、エピステー名。フランス語では、エピスティームと表記される。この項目で記述。エピステー名は、1975年に朝日、出版社から創刊された思想を扱う月刊誌。中野正隆も参照。イプシロンパイオタシグマタウイータミューイータは、日本のプログラマー、著作家。ペンネームは1、に由来。 C や Java に関する著書が多い。CE、標準会委員会の会員。エピステイメイトは、ミシェル・風光が提唱した哲学的概念。ある時代の社会や人々の生産する知識のあり方を特定づけ、影響を与える知の枠組みといったように捉えられる。トーマス・クーンの言う、パラダイム概念との類似を指摘されることがあるが、問題意識の上でも、 概念的射程の上でも大きく異なる。基本的に知の枠組みと捉えているが、その認識論については時代によって大きく異なる。それは言葉と物と知の考古学において特に顕著に見られる。簡潔にまとめると言葉と物においてエピステーメイとは人の思考は、それが持つ思考体系、メタ知識構造に従ってしまうという。 構造主義的見解を示す。この考え方によれば、ある時代の社会を支配するエピステーメイから解放されるには、エピステーメイの破壊でしか解決しない、という批判もあった。地の考古学においては、風光は言葉と物の,の議論をベースにしつつも発展させた議論を展開する。ある時代の社会を支配するメタチ構造であるエピステーメイは存在しつつも、 それは社会を構成する人々の生産した知識によって変化したり増幅したり破滅したり様々に変化するというものである。メタ知識であるエピステーメイも多くの人々の生産する知識の相対が発話されることにより促進もされ変化しそれを破滅させて新しいエピステーメイを作る可能性も開く。ありがとうございます。